人の、ね、このミラーさんやね、あとミラージュさんもランカーですね。やっぱミーが、ミラーがつく人は強いですね。ミラーがつく人まあでもミラージュランカーになればやっぱりフレンデーさあこちら、ミラン、パシフィスタ、スティーブ、ロック。そうだな。いやここはどうかな。さあ、ミラン VS。ミラン軍 VS、ミランじゃなくてこれは、パシ軍、パシフィスタ、VS、パシフィスタ VS のこれがタヌキチ軍ですね。タヌキチ幻惑かな、これ道具どっちやろうな。さあここはちょっとね、曲を変えさせていただきましてね、普段フィクゴロで使わせていただいている曲をねガンガン流させていただいておりますが、やっぱりこの音楽が同じじゃないとね、この実況というか語り部業としてはなかなかね、同じ曲の方がこうなると思いますね。これ違うな、曲の曲はね、これですね、これね。曲をチョイスした間に何でも始まっていると。もう始まっているというこのもうあるまじき時代。さあ皆様4分43秒からでございますが、こちらさあこれから衝突手前を非常に見ろんぞ、見やすいですね。ポイントが非常に見やすい、時計もすごい見やすい。何初めて見るか。つながり仲良し。さあ400対いやー、ヒロさんは強いよな。BGM が小さい、失礼取られたくねえ、あれ大きくいたしましてが、あのこちら片手なんだよな。さあ、ミラン戦士パシフィスタレンジャースティーブ動画のボスが対するパシフィスタクリスをリーダーとしてヒロ・スバサさん、トラキシさん、こちらヒロさんという、ヒロはあれだね、ヒロはこれね、あ、ここ強い、引っかかるんだよな。ヒロはね、ピクゴロルームの、ピクゴロルームの今、陸通にいますけどね、これはヒロはね、勝つ方がいいかな、勝つ方がいい、ガチプレイヤーです、ガチランカーです、でヒロはこれ、ガチランカー。あ、そっか、取られたのか、邪魔で。これはもしかするとね、タクルーム軍、これはもう1、2を争う代表の強い軍団かもしれません。さあ、これが現在、パシフィスタ軍が大きくリードを許す展開から始めの90秒スタートをいたしましたから。トラキチヒロでしっかりポイントミランスティーブが50ポイントずつ奪われてしまいましたが、100ポイントを奪われました。フローズンバードからトラキチがこれ倒されましてからのさポイント移動ですが、いずれもこちらのポイントにさあランキングがしっかりポイントを叶いまして、今回はレンジャーホールド職にバシフィスタがそれあかん。うわあマジかよ。ここでタヌキチ軍が55ポイントリード、トラキチ落とされますが、さあヒロがしっかりと280ポイントを抱えてこちらリード。さあこれはタヌキチを落とし逆転しますが、なんとかこの牙城であるヒロを落としたいところでございます。さあこれ
タックとチャージアタックとボケは同じというところでございます。シビなこれ。これはレンジャーマジックはヒーローに変身アタックを決めて最後の最後ポイントをかっさらえるんでしょうか。さあ新ギャイワクダギ、これも強いですね。新ギャイワクダギやられちゃうと本当バトマスなんかどうするんですか。バトマスター選手でどっちか迷いましたけど、どうしても今選手の方が強く感じてしまいました。さあというところで32ポイントリードからヒロ、タヌキチを踊れば、さあタヌキチをしっかり踊れば、さあミランタヌキチを踊ることができれば逆転ですか。オッケー、タヌキチを踊れるか。さあタヌキチにこれが新ライバークラキを入れてから攻撃を入れる。さあ残り時間が見えません。さあ残り時間が見えません。もう間もなく19秒か。で残り10秒少々か。さあ赤くなってから全然見えませんか。さあここで右手のジュームから新物武装を打ちまして20秒ギリギリ。さあかなりの接戦、ギリギリ大接戦。あぶねこちら落としてさあ翼さんが落とされ、いや途中かかったわよかったな。スティーブ落とされて3ポイントリード。さあこれは3ポイントリードからね、これはパシフィスタ軍が勝利ということで、これはなんと第2試合の交流戦はピクコロルーム勢が全勝という結果になりました。